爆発耐性でワンショワンパンできなくなる。ケルコンファームなんで実質チーレスやな。縦の一球でジャンプした相手の頭を殴ればいつまで経っても縦との一騎打ちに勝てません。どうすれば。自分も縦になるしかねえ。自分も縦になるしか縦には縦を持って制す。相手よし、アサルト2キロ終わったからリアルにしよう。ダブルちょ、やコンテナにジェットしてるやつ。あぁ切れそう。あ、ちょ待って、やばい。あ、ちょ、これが俺たちがフィールドだ。やばい、キルが取れん。ここ本当にショットガンが正解か。割とでも武器レベル上げすぎなら。やばでも弾が足りん。でも俺はでも俺は890を使いたい。これは難易度高いぞ。あ、なんちょ、やっとバストハンドした。ちょ、やばい、俺デスの数がやばい。まあ、ハンドガン使ってんなお前。ちょっと俺新武器解除するまでこれしかやんないよ。違う、あの どこのコンテナが貫通してたっけって。分かんない、分かんない、それ分かんない。よし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 。あーま、5連続で行けそうだったのに。早く行こうだよ。ナイス、俺全員ポアだ。ウィトルゲットだよ。やばいな、うますぎ。パターンに入ると気持ちいいな。レッツゴー。イエス。あー、これちょっと気持ちよくなっちゃうわ。やばい。このハンドガン使わせてあげたよ。え、それ焦点しちゃうの。もう至近距離負ける気がしない。はい、マックスいく感じ。あ、もう V トールもね、最高。あ、ちょっとやばすぎ、やばすぎ、それ。それはやばすぎ。今の、目の前を横切ってったよ。リアルハンドガンが。これが。しかも2機目の V トールもスタンバイよ。やばすぎ。それはやばい。最初はあんな散々だったけど、誰も V トール落とさない。まだ落ちない。空域が永遠に混雑してる。ちょ、キル速度早すぎでしょそれ。もうやめらんない。やめられない、止まらない。やめられない。そういうことやっちゃった。あ、 V トール帰っちゃった。はいはい、ちょっと早く早く次の V トール言わせてくれ。早く来た。なんかすごい。よし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 。
あーもう、もうわけがわちょ待てよ、やばいな、パターンにはまってない。3機目の VTR 用意しないと。いや、おおお、じゃあ敵3人しかいないが。いや、俺が逆の立場だったら多分抜けてると思う。でしょうね。よくハンドガン使う。いやいやいや、意外と倒してたわ。35キル。あれ、あ、ちょっと待って、アタッチメント外れてるショットがダメだ、デュアルハンドガン。もうやっぱ縦しかいねえじゃねえかよ。ほんとだ、縦じゃないのもいたもん。イエス。あ、これキルコンじゃん。ただのシップ。そうだ、別にクリスマス仕様になってた。ただのシップじゃない。あ、We wish you a Merry Christmas シップだった。おお、あ、強いハンドガン。あ、やばい、やっぱリロードで、リロードがたまらないね、全然。アクサイム。普段銃撃なんてさ、片方のボタンしか使わないからさ、なんか違和感がすごい。両方の指で撃ってると。ああ、そういうこと。わかるでしょ。あ、そっちか。あ、ちょっと。おっと、ちょっと。ちょっと、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 ちょ。まあでもね、改めて使うと強いな、これ。驚きの強さだ。そりゃヘイト買うわけじゃない。ああ !UAV。おお、すげえすげえ。きっちり。あ、ちょっと弾足りない。あの、縦対策としてランチャー持ってきてるやつ。まあなんか結構見えるやつ。チャレンジかもしんないけど。あ、チャレンジね、そういう。いや、ランチャーのね、プラチナチャレンジキャッチなんだっけな。プラチナの次の名声のチャレンジがランチャーでダブルキルなんだよ。しんど。いや、しんどくもない。やりに来てると思う。波形表現だ。あ、まだ。よし、VTR ゲット。最高のクリスマスプレゼントだわ。こうやってさ、もう波形を指定したらもうリスポン変わってるんだよ。すぐ変わる。すぐ変わるんだわ。わわわわわわわ。ああ、いいよいいよいいよ、リスポーンが戻ってくれた。ある意味戻ってくれた。玉串。わわわわわわ。えらいことになって。あ、待って、ちょっとスコストが上げられた。やばい、ボムドローンとか。ボムドローン、それはサーチだわ。いや、でも使えるんじゃない、意外と。
いや、それだってなら自分で行った方が早い。このマップに限っては。使用利益効率なんてこと考えたらダメです。いや、使用利益バカになるためのゲームだから。吐く一方で何も見えん。いや あちょっとひどいリスト。いけるな、4キル。ボムドローン使う気がないよ。いけるいける。あ、びっくり。わボムドローン使ってる間に死んじまうぞ。あオーケー、いこう。42キロ、やはりハンドガンは最強なのか。最強のサブ武器。最強のサブ武器だもん。ショットガンモジュール、デュアル、リボルバーもやってみたいけどね。あれも強いけど、このマップだと連射力と弾が少なそう。あ、そう？あとリロード超遅いよ。